ちょっと対戦するか。やだな、またコンボミスるんだろうな。さあ試合開始です。実況は私平岩です。よろしくお願いします。両者ガンガン攻撃を仕掛けています。カウンターで投げていきます。いいのが入りましたね。今プレイヤーは画面端の違う。ナイスナイス。どうだい。あ、ラッキー。おいしい。マリーザ多いな。なんかこのゲームさ、なんか誰かが言っててんけど、同じキャラ連続で当たらへん。ランクマ。ここからよ。やってねー、バディだ。最悪や。うわ、もう最悪や、マジで負けた。負けるんですよ、マジで。いや、マジで負けましたわ、今。から出たいな、これ。うわ、ちょ、もう頼むわ、これ。いやー、もう化けて死んだ、最悪マジで。やるか、横回りとかあんな。ガシガシガシボッカスイーツ。いやー、こんだけ弱いから勝てねえわ。やばない。ちょっと待って、これ落ちへん。やば。やばいわ。これはやばいっす。置き攻め8割読み負けて JP にどうやって勝つの。絶対に勝てない今の内容は。ガイルとどっちやばい。立ち回り自体はガイルの方がやばいけど、 JP 側の JP、 これ何やっても良すぎてきついな、マジで。どうやったらマロンで JP に勝てるんですか。読み勝つしかないね、置き攻め。多分ガチで置き攻め読み勝たないと無理やと思う。いや、だか絡め手がない。マジで絡め手がない、マノン。なんか、角に安定して勝つとか、いかに読み合わないで済むかみたいなんて、絡め手すごい大事だって個人的に思ってるんですけど、絡め手がマジで少ない、このキャラ。
中盤を毎試合チャンスで出るようにして前転を追加すれば強くなるんじゃないですかね。夢か。うわ、えらっ。あ、おい、やばい、俺超一線抜けされねえじゃん。なんで上ドグ、上ドグ来てる、もしかして上ドグ。減らねえこのキャラマジで。いや俺が行動選択悪かったっていうのはあるけど、なんでカメラついたり消したりしてるの。まあ、たまにスポンポンなってますからね。マノン使ってるけどいけるってキャラがいない。まあ、もうちょっと使って分かったけど、このキャラマジで弱いと思うわ。うますぎる俺。来たー、完璧。試合内容完璧です。私飛びは一切落としてない。いや、あのね、球抜けってあれなんですよ。実は早く反応したら届きやすいんですよ。なぜなら波動の伸ばした手のやられ判定が残ってるから、早く抜けるとそんだけ、届きやすくなる、遠くでも。レジェンド、あと、確か2000ちょいでレジェなんで、あと70ぐらいじゃない。ギリ、無理、マジで無理、これ。勝てないわ、多分。あー、これ空太君見てんのか。きつすぎ。いやー、この投げでよかったかな。運ゲーだー。これマジだマジだ。いや、キッズすぎ。運ゲーだー。え、マジで。うわ、無理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 だよー。ごめん、許して許して許して、マジで許して許して許して、あ、無理無理無理、やめてやめて。いや、無理無理、インパクト無理、マジで無理。あ、待って、ガフだった、ガフだった。無理ー。うるさい、一瞬の油断が命取り。あるのか、ほいほい。え、届かんの。ある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 。
死ぬ？うわー寒ーこれ。いやこれ無理に書くやん。ラッキーラッキー。あーさよならポイアホすぎこのキャラハイパーボー。今のは僕のうまいところゼロでした。何もわからない、何もわからない。ランクマに先勝った負けた、相手の方がうまい、俺の方がうまい、下手くそ。何もわからない、本当に何もわからない